はい。では、えー、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、えー、意味は、settle、それから、えー、finish、relieve といった意味があります。で、コンポーネントをちょっと見ていきましょう。えー、これからですねあの、このラディカルを見たら、あのいつも water、えー。このラディカルは日本語で三髄と言います。So, this,、uh, this radical always stands for water. Kunukanji so ladder and this part looks like a ladder. So imagine a story where near the water uh, someone is climbing up the ladder uh, with a ladder uh, with with his hand to finish or settle a battle. Do uh you 読み方ですけれども、on、え、reading、ー、これは在、えー、経済、エコノミクスそれから救済これは to rescue という意味です。訓 reading ですけれども、訓 reading はすといいます。で、intransitive、え、verb、ー、で、えー、何々が住む、something is done or get done 例えば、試験が住んだ The exam was done. それから、transitive verb。この時には何々を済ませる。例えば、早く宿題を済ませてください。Finish your homework as early as possible. こんな意味があります。はい、では。 この感じ、意味は article とか goods の意味があります。もうこのコンポーネント大丈夫ですよね。えー、口、mouth。So, a person with、uh, three mouths.So, a salesman、uh, talks a lot in order to sell goods. というので、まあ、goods という意味ですけど、読み方なんですけれども、on reading、えー、これは品といいます。 例えば食品これは、えー、食べる goods So goods to eat、まあ、food ですよね、えー、それから商品これは merchandise、えー、例えばこの店はどんな商品を売っていますか、えー、それから製品 manufactured goods この会社はどんな製品を作っていますか、えー、それから このコンビネーション、これは作品、work なんですけれども、art に関係した work。そう、work related to art。例えば、music、それから、painting、それから、novel とか、literature。そういった work です。例えば、この小説は夏目漱石の作品です。 The work by あ、uh, 夏漱石夏目という意味です。えー、それから品質。これはグッズのクオリティえー。例えばこの商品は、えー、品質がいい。good quality という意味です。それから上品という。これはなアジェクティブなんですけれども、もえエレガントという意味がありますえー。例えば彼女は上品な人。だ。 こんな使い方をします。それから、君リーディングでは、しな、あまり使いませんけれども、例えば、しな、これ、good。それから、品物これで、good。どちらも同じ意味です。はい。では、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は、insect, bug の意味があります。 So this now you can imagine a magnifying glass and this part you can imagine an insect. So together it's more like you are uh, someone is investigating or looking into the insect with a magnifying glass. えー、オンリーディングで中というのがあります。コンチュー、えー、これはこれでまあインセクトという意味があります。えー、それからクンリーディングですけれども、虫シ、えーこれもインセクトの意味です。えー、それからこれ、虫歯面白いですね。このあ漢字は歯、えー、teeth というの意味があります。So、uh, there is an insect in your teeth.So this is cavity.、えー、それから 弱虫、弱い、これは weak ですよね。弱虫というので、coward。それから、泣き虫、これは泣くという漢字、to cry, so cry baby です。で、このレッスンでですね、みんなはこの手塚治という日本で一番有名な漫画家を勉強します。手塚治は アストロボーイとかこういった漫画を描いてる人です。で、この人の名前のここに一番最後この漢字がこのインセクトという漢字です。はい、では次の漢字です。この漢字、意味はラウンドえ、それからですね え時々ですけど、あの、you, あの、this kanji can be used as suffix for names of ships, of people です。で、まあ、特に、あの、ストーリーはないんですけれども、there is no story associated with、uh, this、uh, character, but you see this、えっと、q ですね、漢字の q、それからドットですけど、このドットはここに置いてください。 読み方ですが、クンリーディングで丸というのがあります。例えば丸い、round。それから日の丸、これは日本のフラッグという意味です。日の丸。So、uh, you can see the round or the sun in the Japanese flag. 日の丸。よく日の丸の旗と言います。それから丸顔、これは丸い、 顔、uh, round face、uh,。それからですね、この例、日本丸、uh, ですけど、uh, これは、uh, this is the one of the kind of, you know, the name for ニホ、uh, the one ship, 日本丸マ So, this is a case where this kanji can be used as a suffix、uh, for the name of ship, 日本丸マ、uh, それから、uh, これも、あの、 あまり使われないんですけれども、クンリーディングでガンというのがあります。これ、一眼、これ、ワンランプ、えー、という使い方があります。はいでは、えー、次の漢字です。えー、この漢字 意味は life の意味があります。で、えっ、ー、とちょっとこのコンポーネントを見てください。えー、この感じですけれども、so this character actually itself means order、uh, の意味があります。で、もう一つあの令和、uh, これは今の this is 令和 is the current era of Japan。で、令和何年という2021年は 令和三年です。え、そ令和、actually、literally means the order of peace という意味です。それから、このパート、このパートはいいですね。もう口、mouth の意味です。so a mouth、uh,、issuing an order、uh,。it's it a matter of life and death、uh,、というので、まあ、これ全部で、uh, life という意味があります。読み方ですけれども、君リーディングで。 命、えー、例えば、君の命をもらう。Uh, literally, I will receive、uh, the life、uh, your life なんですけれども、まあ意味としては、お前を殺すぞ。I will kill you というような意味ですが、それから彼の命はあまり長くない。Uh, his life won't be so long. あと、オンリーディングで、may という読み方をします例えば、生命、これも、Life。それから、命令ですけれども、Life Order、これ、Order の意味があります。はい、次の漢字です。 えー、この感じですけど、意味はですね、War, fight, battle の意味があります。<laughs> で、ちょっとコンポーネントを見ていきましょう。えー、これからこのパート、えー、このコンポーネントを見たら、uh, Imagine think about spare、えー。それから、この左側のパート、えー、この漢字は、this 感じ itself means uh, individual uh, or single という意味がありますけれども、 So, one individual with a spear, so he's probably going to go to fight or battle. そういう意味があります。Uh, de, 読み方ですけれども、uh, on reading これが戦。例えば、戦争、war ですね。Uh, particle ちょっと気をつけてください。Uh, 何々と戦争する。Uh, それから、第二次世界大戦、the world war ii。 第一次世界大戦、The World,、uh, World War f I r s t の意味です。それから戦後、戦前ですね。戦争の後、戦争の前。あと、戦場、これはバトルフィールドの意味です。ク練リーディングで戦うという読み方があります。戦う、例えばあのチームと戦います。 パーティクルはどちらもとです。気をつけてください。はい。では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、えー、意味は content、dispute、argue の意味があります、えー。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。ストーリーですけれども、えー、この part、imagine someone's mouth opening and This part uh, kind of imagine the shape of the hand. So someone is holding a stick and shouting to argue or to dispute or to contend. So na Ato yomikata so 論争、これは、まあ、アーギュメントア、アーギュメンテーションの意味です。論というのは理論、論文、そのロジックの意味ですけど、それから競争 o コンピートというものがあります。あと、ク、え、ン、ー、リーディングで争う、えー、という使い方をします。例えば、中国と争います。まあこれは to argue, というか t o f i g h t の意味も出てきます、えー、ここの o partikl wa to ですから気をつけてください。次の漢字です。えー、この漢字ですけれども意味は not yet, という imi、まあ、スト s リー r すけれども you can imagine a tree, a sapling tree with small branches. So, this tree is not yet fully grown.、Uh, だから not yet という意味ですけど、えー、読み方なんですが、オンリーディングではみというのがあります。えー、未来、future。それから、み完成。これは、完成というのは、to complete の意味です。So, not completed or unfinished、uh,。それから未婚、み婚というのは、結婚、marriage の意味です。So marriage not yet, meaning not married、えー、という使い方があります。はい、じゃあ次の漢字です、えー。この漢字ですけど、意味は deep の意味があります。じゃあちょっとコンポーネントを見てみましょう。えー、こ,のラディカルこのラディカルを見たら、いつも water、えー、これ、三んと言います。water の意味を考えてください。 それからこの,この部分ですけれども、you can associate this part with another kanji called 穴 which means hole. それから、こここれはもうみんなよく知ってますよね、tree.So you can imagine a boat tree, I mean a tree boat,、uh, with a hole, so it will、uh, sink into the water deeply.So これ全部で deep という意味です。で読み方ですけれども、 クンリーディングで深いそれからオンリーディングで深例えば深夜これは夜が深いその deep in the night、まあ、late at night という意味ですそれから深海これは deep ocean deep sea それからなアジェクティブで深刻なというなアジェクティブがあります意味は serious です はい、じゃあ次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は Number、それから Destination、Sign という意味があります、えー。ストーリーですけれども、特にストーリーはあ,ーありません。There is no really nice story to describe this 漢字 but、えー、このパート、あこれは Mouth、えー、それからこの下のパートなんですけれども、 This part looks like man, but actually not. So、no、line here, so 漢字マンで e f u l で、読み方です。けれども reading で語例えば番号、ナンバー、それから年号 the name of an era、例えば、今の日本の年号は令和です。それから記号、シンボル、信号、トラフィック、ライト。 それから、ナンバープラス号車というので、カウンターとしても使われます。例えば、えー、電車のそのカーナンバーを示します。えー、1号車、カーナンバーン、2号車、カーナンバーー、こんな使い方もあります。はい、では、次の漢字です。えー、この漢字、えー、意味は、sad. という意味がありますでちょっとコンポーネントを見てみましょう。まず上のコンポーネント、えー、このパートですけれども、このパートの意味はネガティブとかアンの意味があります。例えば、えー、非常、えー、これ、この漢字はですね、usual の意味があります。そう非常っていうのはアンユージュアル。でも、えー、っと非常にっていうので、えー、very much という意味もあります。 次この下のパートこのパートはもうみんなよく知っていると思うんですけれども heart の意味があります。So、uh, the heart has negative feeling, so the heart you are sad、uh, という意味ですで。読み方なんですけれどもん、えー、リーディングでは悲しいそれからオンリーディングでは火という読み方があります。例えば悲劇 えこの劇っていうのは、プレイとか、フィアターの意味があるんですけれども、そう、悲劇、トラジ d y の意味です。はい、次の漢字です、えー。この漢字ですけど、意味は、ノーム、ステータス、ランク、スタンダード、まあ、こういった、えー、意味があります。で、えーと、左側のこのラディカル、これは大丈夫ですよね、tree。 それから右側このパートなんですけれども by itself actually it stands for the meaning of each 書くというふうに読みますけれども So you can imagine like each tree has its own standard or status そんなふうに覚えていいかと思いますでえっとリーディングですけどこれ on reading で書くと言います えー、例えば性格、これパーソナリティ、体格、えー、これは、えー、体、ボディ、えー、ボディ・ステータスというので、フィジック、えー、それから価格、プライス、コスト、えー、あとですね、合格、えー、合格する、to pass entrance exam というのに、えー、例えば入学試験に合格した、I passed the entrance exam。 えー、パーティクル2に気をつけてください。